おはようございます。 YouTuber のウォグウォです。オグオです。オグオです。すいません、カメラ目線になってなかったです。久しぶりの今日動画収録をさせていただくのですが、ちょっとですね、撮影の予定があったんですけど、ちょっとまあ初犯の事情でですね、まあ一身上の事情で、ちょっと辞退をさせていただいて、今日は、空いたので動画を収録、前からね、動画を収録したいと思っていたので、収録させていただきます。で、今日のネタはですね、僕の、チャンネル登録とかね、してくださっている方、まあ11人しかいない、まあ11人しかいないって言い方よくないですよね。11人の方がチャンネル登録してくださっていて、まあ懲りもせずというかですね、離脱することもなく、リムルることもなく、ブロックすることもなく、ね、次の動画はまだかと待ち、焦がれていらっしゃる人はいないと思いますけど、まあそんなことはどうでもいいんですけど、富士のですね、最近 XE2 というカメラを使って、まあ、前回までのあらすじですね、XE2、まあ、どういうわけか、こう天からですね、天啓が降ってきてですね、富士の E2 を買いなさいっていうふうに、こうエコー入ったお釈迦様の、お釈迦様って固有名称を出すのはよくないですね、天からこう降ってきましてですね、でまあ E2 を買い求めたわけですけども、でまあもともとうちにあったね、ジュピター8の、まあ5センチ 50mm の F2 っていうレンズと、あとはまあパーギアのね、これは新しく買ったんですけど、新品を中国製の、深センの、まあ、パーギアっていうブランドのね、25mm の F いくつだっけ 1.8 っていうレンズを、こちらを新たに購入して、まあ、マウントアダプターを経由してねえや、パーギアの方は富士のもう専用レンズなので、マウントアダプターなしでそのままつけられるんですけど、ジュピターの方はマウントアダプターを介して、X の E2 につけてですね、まあたまたま銀座のニコに行く用事があったので、その時にまあカメラを持って、修理の間なんですけど、銀座の街をパチパチスナップして、歩いたんですけど、まあその時はジュピター8しか持っていかなかったんですけどね、で思ったのが、この、XE2、まあ、ここにあるんですけど、 XE2 っていうのはこのレンジファインダータイプのですね、まあ、軽量小型のとっても素敵な APS-C のミラーレスカメラなんですが、ここにファインダーがね、もともとこう、固定というか備え付けというか内蔵でついてるんですけど、まあこう覗くとね、後ろのあれと切り替わってパッと中が見えて、まあ、ピント合ってるとか合ってないとかっていうのがこの画面でね、まあ、ピント合ってる合ってない以前に、まあ、どの辺が映るかっていう、まあ、まさにファインダーですよね、があるんですけど、ですね、何が言いたいかっていうと、このファインダーがね、意外にピントをマニュアルフォーカスレンズでピントを合わせるには若干プアかなっていう感じがしてですね、っていう話をですね、昔からすごくお世話になっているデザイナーの菊池さんと Facebook で話したら、お前はね、いつもお前はって言い方しないですけど、小倉さんはいつもニコンのね、フルサイズのデジ1を使ってるから、まあそういうふうにお考えになるのもしょうがないかもしれませんねっていうふうに、まあおっしゃってくださって、あと菊池さんは X Pro2とかをお使いなんですかね。わかんないですけど、まあプロシリーズはもっと多分ファインダー、光学ファインダーも使えるみたいですし、しっかりしていると思うんですけど、で、まあさすがに X Pro、前も言ったかもしれないですけど、X Pro 1っていうカメラ、一発目のプロ機、富士のプロ機で、プロ機っていうのかな、X Pro シリーズで、ちょっとですね、光学ファインダーと EVF の切り替えの、まあ、ギミックっていうんですかね、が、ちょっと未整理かな、まあ、未整理っていう言い方が一番ぴったり来ると思うんですけど、まあ、しょうがないんですよ、一発目はね、どうしても、手が届かないっていうか、部分が、ものを作ってる人間だとよくわかると思うんですけど、ね、当時としてはもう精一杯やったと。
もうだっていっぱいいっぱいなわけですよ、ね、もう本当に夜も寝ないで締め切りギリギリのところで作って、もう目標ここってやって、それ以上やったらもう死んじゃう、まあ、死にはしないと思うんですけど、もうちょっとどうにかなっちゃうっていうぐらいのところでやるわけです。まあそれはあのね、カメラ作りほど大変じゃないかもしれないですけど、雑誌作りとかね、ずっとやってきた人間、僕からするとすごくわかる話なんですよね。でまあ積み残したことを次のね機種でやればいいわけで、まあ、そんなことで、まあ、ちょっと X Pro、まあ、高いっていうのもあってね、あのそこまで別に本格的じゃなくてもいいやっていうこと、話すいません長くなって、いつも話長いんですいません、これ見てる人は多分ほとんどいないと思うんですけど、でマニュアルフォーカスを使うのであれば E シリーズ、 XE シリーズはちょっときついかもなっていうふうに思ったんです。ですごくいいカメラなんですよ。 XE シリーズの下には、まあ、下って言い方がいいか悪いか分かんないけど、 XA シリーズってありますよね。今5とか7とか出てますけど、あれなんかですね、もう EVF 自体がないわけですよね。今のあのまあスマホとかに慣れた世代、若い世代の方々にはもうこう覗いて撮るっていうこと自体がね、まあまあ古臭いというか、そりゃそうですよね。だってマニュアルフォーカスじゃないのに、こうやって別にわざわざね、この狭くて暗い窓を覗いて、あのすいませんお茶飲みますね、わざわざこうやってでかいね液晶の画面があるんだから、ピントが合ったかどうかも分かるし、どこが映ってるかも一目瞭然じゃないですか。うん、こうね、覗き窓を覗きたいっていうのは、まあ昔のね、なんか新宿かなんかにあった、まああのまあいいや、余計なことはどうでも。で、あの、で、マニュアルフォーカスが僕は好きなので、で、なんでマニュアルフォーカスが好きかって話は、まあ、そのうち、まあ、したいと思うんですけど、まあ、大体想像通りですわ。ね、まあ、その、ピントを手でじっくり合わせるっていうこと自体の、その、喜びっていうんですかね。うん、自分の意思をきちんとカメラに伝えて、それを、写真として結実させるというか、まあ、ちょっと哲学的に言うと、全然哲学的じゃないですよね。うん、まあ AF ってあの、まあ、お手軽というか、あの簡単だし便利だし、とってもスピーディーだし、あのいいことだらけだと思うんですけど、まあね、マニュアルフォーカスの時代を知っている人間からするとちょっと味気ないかなっていうね。あのまあ、あのもう少し実利的な話で言うと、 AF ってまあ即興点っていうのがね、このファインダーの中にあって、まあ、その画面のね、あの長方形の画面のこことかこことか、まあ、大体真ん中あたりで合わせることが多いと思うんですけど、なんかこうカメラにピント合わせさせられてる、まあ、人間がユーザーがメインなのかカメラがメインなのか、まあユーザーがカメラの奴隷になっちゃってるじゃん。よくね、日の丸構図なんて言い方もしますけど、なんかね、ピント合わせる場所が真ん中にあるから、なんかどうしても被写体真ん中に入れちゃうっていうね。まあドアップだったらいいんですよ。ドアップでドカーンって言ったらもう日の丸も何もないんですけど、でもね、なんか向こうにポツンとちっちゃいね、人物がこう、なんですかね、ウエストアップぐらいでポンとあって、で上も開いてるし両脇も開いてるしって、これとかって思ったりもするわけですよ。すいません話長くなって、で何が言いたいかっていうと、何が言いたいかっていうと、調べたらですね、 XE2 のそのファインダー倍率っていうんですかね、まあファインダー倍率っていうのは僕も言葉の意味よく分かってないんですけど、なんか 35mm 版の 50mm に換算してどうちゃらこうちゃらっていう、まあどれだけ大きくねファインダー覗いた時の、まあ、絵が大きいかっていう、そのそういう数字だっていうふうに思えば、0.66 だったかな、まあ E シリーズ、まあまあそこそこの数字なんですけど、で見たらですね、あの X の T シリーズってありますよね、まあ一個、まあ、上っていうんですかね、まあフラッグシップ、フラッグシップっていうのかなんか分かんないですけど、はなんか 0.77 とか書いてあったんですよね。ちょっとあんまりこの数字も一人歩きすると困っちゃうんですけど、まあシリーズっていうか、そのね、あのカメラによっても微妙に違うかとは思うんですが、確か X のまあそうですね。でそうなんだ。で前も言ったと思うんですけど、この僕はあの普段ね、ニコンのデジタル一眼レフを仕事で、あのスクールの撮影で使っている関係上、まあ趣味のカメラ、富士のカメラ、僕の中では趣味のカメラなんですけど、趣味のカメラはなるべくこう一眼レフからね、遠ざかりたい、遠ざけたいっていう思いがすごくあって、それでこのね、この
いかにも趣味のカメラじゃないですか。まあ昔はね、あのキャパとかがこれ戦場にね2台3台ぶら下げて撮ってたんだと思うんですけど、 50mm と 35mm つけてね。だけど今は、まあ、一眼レフがまあ前世っていうか、だんだんねミラーレスがまた再構成をかけてきて、少し勢力図が変わってきてるかなと思うんですけど、ね、こういうレンジファインダータイプをこうずっと持ってた方がいいですかね。おっさんの顔だけ見てても楽しくないですよね。こうじゃあこういう感じで喋りましょうかね。どこ見ていいか分かんないですね。なんか頭悪そうだからやめますね。なんだっけ、そうなので、レンジファインダータイプっていうのにこうまあ固執してたというかね、レンジファインダータイプじゃなきゃダメなんだぐらいの感じで、まあ脅迫観念っていうんですかね、まあちょっととりあえず XE2 っていう、まあこの島にねたどり着いた感じですよね。もう本当あの難破船というか漂流してて、海をねこうああどうしようかなと思って、でたどり着いたら富士フイルムの XE2 っていう島がねあった。まあ2万、この間も言いましたけど2万3980円で買ったので、あ本当にいいカメラをね安く手に入れることができてありがたいなっていうふうに思うしかないんですけど、たださっきも話戻りますけど、マニュアルフォーカスを愛する小倉さんとしては、あ小久保さんとしては、まあどっちでもいいんですけど、もうちょっとファインダーがね大きいカメラないかなと思って調べたら、さっきも話しましたけど、T シリーズっていうのがあるってことに気がついて、まあ気がついてっていうか、まあもともと気がついてたんですけど、なんでこれレンジファインダーじゃ、間違えた、ミラーレスなのにこんなね一眼レフライクっていうんですか、頭がボコンと、まあ軍幹部っていうんですかね、ボコンと出てて、なんかこんないいかめついというか、なんかこんな男臭いというか、絶対嫌だとか思ってたんですよね。なんかこのなんていうの、一眼レフにこう憧れるミラーレスみたいな、だけどね、それはね、そのなりは伊達じゃないってことに最近気がついたんです。すいません、気がつくのが遅くて。どういうことかっていうと、あそこにまあ 大型の比較的大きな EVF、エレクトリックビューファインダーを仕込んでるんだなと。あのサイズっていうのは伊達じゃないんだなと。別になんかそのなんていうの、ハリボテであるわけではなく、必然なんだなってことに最近ようやく気がついたんです。すいません、に富士の人。まあそれはソニーもニコンも同じだと思うんですけど、散々僕もいろんなところでニコンもねレンジファインダータイプのミラーレス、フルサイズミラーレスを出すべきだって言ってきたんですけど、富士ニコンがね、Z6 とか7とか5とか50とかが全部ねなんかこのよくわかんないそのねファインダー部がボコンと上にある、あのデザインは別に何ですかね、デザインのためのデザインじゃなかったんだなってことに最近気がつきました。すいません。まあカメラ雑誌とかそういうウェブとかをね見てれば、そういう話ってきっといくらでも出てきたんだと思うんですけど、あんまり僕昔カメラ雑誌の編集者をやってたんですけど、まあ、やってたくせにって言い方良くないか、やってたんですけど、今別にその新しい最新のカメラとかに全く興味がないので、そういうのは基本的に追ってません。まあたまたまねネットとかで見かけたら、ああそんなの出たのねみたいな感じぐらいはあれしますけど、画素数がいくら増えたとか、連写がどうなったとか、あんまり興味ないかな。まあそんなことはどうでもいいや。ちょっとでそれでですね、あこれですね、Amazon の XT2 っていうのをね買ったんです、結局。なんで T2 かって言ったら、今 T4 が出てるのよく知ってるんですけど、高い死ぬほど、まあね富士からすれば、まあ、H なんとかっていうのも出たらしいんですけどね、一応とか言ったら怒られちゃいますね。フラッグシップっていうことなので、それはね高いに決まってますよね。20万とかするんでしたっけ。1個前の T3 も死ぬほど高い。まあ皆さん調べていただきたいんですけど、まあ、趣味のカメラにね、貧乏人の私がそんな金は出せないということで、いろいろね、夜中に酔っ払ってネットを見てたら、こんにちは、YouTuber の小久保です。あ、間違えた。さっきやったんですけど、なんかしないですけど、途中でですね、動画が気がついたら、録画されてない状態になってて、気がついたらですよ、何もいじってないのに。もしかしてこれは最初から録画、再録しなきゃいけないのかなと思って、もうなんか
立ち上がれなさそうになったんですけど、でも今見たら15分ぐらいはね録画、あの T2 の XT2 の箱を開けるところぐらいまで来てたので、その先をやりたいんですけど、さっきはねすごい丁寧に、まあ、開封の儀っていうんですかねをやってたんですけど、もうめんどくさいのでやめます。まあいいや、ちょこっとだけ話しますね。これ富士の、あ違う、このかこういうこういうあのなんかもう出来上がった料理を説明してるみたいですけどね、こういう箱があって、このニコンがね、さっきも散々喋ったんですけど、ニコンはこうガチャッと縦にこう開けて、でこうカメラがねこう寝てるっていう状態で、レンズの場合はこう縦、まあレンズって長いのでね、縦で上からこう開けるっていう感じなんですけど、富士はこのデザイン的に言うと横開けタイプなんですよね。これ見るとわかるんですけど、こっち側とこっち側と両方ねこう指かけられる印がついてるので、まあどっちから開けてもいいと思うんですけど、横からこの中のね箱をこうスライドする、で箱が二重になってるっていうことですよね。まあ外の箱はこういう、なんですか、ちょっと薄いね紙の、もうペラペラの紙で作ってあって、で中にもう、まあ、そこそこしっかりしたね、箱でしたって、まあこれは富士のこだわりなの、こだわりっていうかなんで、まあ別に僕は文句言うことじゃないんですけど、まあどうしても縦に開けたかったらね、こう箱を縦にしてこう取り出せばいいのかなって、ちゃんと取り出し用の穴ももちろんついているので何の問題もないんですけど、でこれはまあねいいです。で、あそう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 、さっきも話して動画切れちゃったんでもう一回話すとすると、今あと XT2 って、4年前に出たカメラなんですよね。たった4年前ですよ。で今あの状態のいいものがだいたい6万円ぐらいで出てますかね。あのアマゾンとかヤフオクとかメルカリとか、まあ何でもいいと思うんですけど、ほんでまあ6万だったら買ってもいいかなと思ってっていうのが、本当にね追い詰められていて、まあ追い詰められていてっていうのが、まあちょっと僕もこう見えても軽いまあまあ障害ではないと思うんですけど、ちょっとなんかそういうこだわりというかバイアスというか、なんていうのかな、うまく言えない、があるので、なんかこう夜中に酔っ払っていてですね、どうしよう、 XE2 買ったもののマニュアルフォーカスレンズ、僕の大好きなマニュアルフォーカスレンズで、ピント合わせることができないね、もう50もうすぐ3になるんですけど、53のこのね老眼と乱視と近視がこうねハイブリッドに混ざったこのプアな目では、ジュピターもねパギアも生かしてあげることができない、どうしよう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 ってずっとぐるぐる悩んで、いいや T2 を買おうと、まあ、6万だったらもう清水の舞台からね、まあ、清水の舞台から飛び降りたことはないですけど、それに近い思いでAmazon のね中古のねマーケットプレスずっと見ながら、いやえいやってクリックしちゃったんです。でこだわってたのが、まあもちろん中古とは言ってもね、あんまりこう傷だらけのT2 は、まあ使い始める時のモチベーションっていうんですかね、自分で使っててだんだん傷つくのはまあ自己責任なのであれだと思うんですけど、また余計なこと言おうと思ったんだけどやめちゃった。まあいいや、何でしたっけ、で一つこだわったのが、傷がね、まあある程度綺麗なやつっていうのはまあ当然として、あと元箱がねついてるっていうことが今回はポイントにちょっとしてみました。前のね、XE2 とあとその一つ前に買った D600、 ニコンの D600 は元箱がねなかったんですよ。まあたまたまなんですけど、でまあその分安く買えたっていう言い方もできないことはないのかなと思いつつも、まあでもね西新宿のマップカメラとかで下取りとか買い取りとか買い取り下取りとか買い取りとか出す時に、元箱のありなしってその値段にね買い取り価格のに反映結構するのかなって考えたら、なんかあんまりしない気もするんですよね。まあせいぜい数百円とかなので、まあなくてもあってもどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、なんかこうカメラ愛好者のこだわりとして、なんか元箱ってなかなか捨てられなくないですか。僕はね今持ってるカメラの元箱は全部取ってありますよ、レンズも含めてね。捨てるっていう発想がないですね。まあ
まあこう言ってはどうかわかんないですけど、その下取りとか買い取りとかにね、もし残念ながらそういうことになった時に、まあ箱に詰めてね、しっかりあのお嫁にね出してあげたいと、まあそういう言い方よくないか、まあ嫁がせてあげたいと、まあ一緒か、なんだろう、まあね船で旅立たせてあげたいっていうんですかね、なんかそれがまあ自分としてのまあこだわりっていうか、まあちっぽけなこだわりなんですけど、でうん、でなんかあの元箱ありを買ったらこの、答えと出会うことができました。これねこいつです。すごく綺麗です。さっき見たばっかりなんですけど、めちゃめちゃ綺麗で、なんかこれ新品っていうか、これ使ったのあなたっていう感じで、たまにこういうことあるんですよね。 D600、 この間買った D600 もまあ後でお見せしてもいいですけど、めちゃめちゃ綺麗で、ほとんど使ってなかったのかなとか、とかまあ新古品ってありますよね。あの中古車とかでもほとんどね実際にユーザーの手に渡ってないのに、なんかこう数字をあれするためにあの、まあ、ディーラーからあの中古車屋に行った、まあまあそれがそのねよくわかんないですけど、で今ちらっと触ったばっかりで、まだあの全然何もあれしてないんですけど、今さっきバッテリーがね別にあったのでバッテリーを入れたんです。ここのこのそこのねバッテリーグリップのとこにあるバッテリー室に、で見たらこれまあかまぼこ型っていうか、この直方体のあれなので、これどっち向きに入れるか結構悩みますよね。で逆に入れるとロックがかかんないね、ロックがかかんないって落ちてきちゃうんで、あ逆なんだなってことで、あこっち向きなんだっていう風に、あそうか、この矢印を見ればいいのか、矢印こっち側とこっち側で、このね下側っていうんですか、こっち側に書いてあるので、この方ね、だから矢印を外側っていうか上側っていうかねに向けて入れると入るのか、まあ、この黄色いシールはよくわかんないですけど、黄色とオレンジのマークはまあいいですけど、これ本物の富士ですからね、あ富士フィルムって書いてありますね、まあいいやで入れます。でびっくりしたのが、あの X5 はね、ここにあのここかあの SD カードが刺さるあのスロットがあったんですけど、こいつはないです。別のとこにあるんだと思うんですけど、で一言言いたいのが、多分これもね新しいカメラではあの改良されてるかもしれないですけど、ここにあるんですよね、ここ見えますか、ここ電池室のすぐ脇で、この何ですか、この蓋のヒンジっていうか蝶子貝のに近い方で、これ多分相当ね言われたと思うんです。 SD カードね出し入れしづらいって、まあそんなにね頻繁に出し入れすることないんで、押せばねピュッと出てくるので、まあ実害はないとは言えますけど、まあちょっとね使いづらいかな。まあもちろんこっち側にね、あの外側にというか、あのグリップに近い方にね SD の収納がスロットがあればもうちょっと出しやすくなるとは思うんですけど、でもそうするとあの多分ねメイン基板がこっち側の液晶側っていうか背面側にあると思うんで、そこで遠ざかるので、まあこっち側にしたかったっていうきっと事情があるんだな、あるんだろうなとは思うんですけどね、わかんないですけど、でねまあX2 は小型カメラなので、こっち側は端子があの HDMI とかがついてて、こっち側はもうグリップでほとんどスペースもないので、あの SD カードここにさせなかったんだろうな、しょうがなくここにしたんだろうなっていうのはすごーくよくわかるんですけどね、うん、まあそれはいいや。でさっき電源入れたら、こいつ電源ちょこっとだけ入れたんですけど、あの言葉をね日本語とかなんとか語を選べっていうのがずらずらと出てきて、とりあえず日本語にしてみました。で中覗くとここにあの指導補正がついてて、これつけないと、これいじらないとね僕全然見えないんですよ中が。で覗いたら結構しっかりよく見えますよよよ。で見てください、このこれがね、あのなんていうんですか、このなんていうんですか、このラバーなんていうの、このファインダーのこのなんですかね、この目とこう一体化させるというか、こう外のね余分な光を入れないようにするというか、それがねもともとついてるんですよ、多分もともとついてるんだと思うんですけど、この下にアイセンサーが仕込んであってね、このファインダーの下部っていうんですか、下にで日付を合わせますと、今日は2020年で、今日何日ですか、9月の30日、うん、
で、今時間は何時ですか？9時、違う、9時28分、28分で、これさっきも前も言いましたけど、秒も本当は合わせたいんですけどね、あの iPhone で秒合わせるのは結構至難の技なので、いいか、合わせるか。あ、今29分にちょうどなったとこですね。これでいいや。はい、で来ました、ね、これで使える状態になったと思います。で、まあ分かってたことなんですけど、ここにねシャッターダイヤルがついてるのは、E2 とこっちか、 E2 と一緒ですね。このここね、ここ、これか、こっちか、これね、シャッターダイヤル今1000分の1に、あ、違う、 A になってますね、オートになってますね。でその横にはやっぱり何でしたっけ、これなんて言うんだっけ、自動補正じゃなくて露出補正か、露出補正のプラスマイナス3のダイヤルがついてます。でシャッターボタンのところにオンオフがついてるのも全く一緒で、これ多分前のユーザーさんがつけてくれてたんでしょうね。この押しやすいこの銀色の、これなんていうの、このありますよね、このねじ込み式のやつ。まあ別に僕はあってもなくてもいいんですけど、今触ってみたらちょっと不思議な感触で、まあ悪くないのでこのまま使いたいなとは思います。でこっち側は、これイソ感度のダイヤルですよね、間違いなく。そうですよね、うん。で L とか A とか200とか400とか800とか1600とか、これ3分の1刻みでずっとついてて、で12800まであって、 H っていうのはその上ってことなんですかね。はいね、2ごろとか512とか、わかんないけど2ごろなのかな。あ、でこれ押すとロックがかかって、押さないとずっとこれ回るんですね、くるくるね。あのどっかで止まったりしません、ひたすら回ります。それはそうですよね、デジタルで、デジタルっていうかデジタルか、デジタルっていうか、まあスイッチでね、ただあの、まあ、トグルというかしてるだけなので、まあ A で何でもいいや、ね、A にしますよね。で液晶がこれでかいので、こっち側にはボタンがないんですね。E2 の方はこっち側に、まあ再生ボタンがね、あの EVF が一番この外側にね、上の外側にあったので、その下に4つ、再生ボタンとドライブボタン、拡大ボタンを兼ねてますね。あと AE、これ縮小ボタンを兼ねてますね。あとファンクションの2っていうのがあって、それが、ゴミ箱ボタンと兼ねてたんですね。うん。でまあ、ストロボの、ね、開くよっていう、あのこの機械式のボタンと、この Q ってボタンはなんだか分かりません、何使ったこともない。で AF と AFL と AEL がここに、この何ですか、こっちか、左右が違うから分かんない、このね、露出補正のダイヤルの下にあって、でまあ十字キーがあって、で後ろのね、この、操作ダイヤルがあるっていう感じですけど、T2 の方は AEL と AFL のボタンが、まあダイヤル、後ろのダイヤルの左右についてますね。かなりちっちゃいですけど、まああんまり押しやすくはなさそうかな。うん、まあ使わないですけどね。で、あのこの何ですか、なんとかポイントっていうんですかね、タッチポイントっていうんですかね、この多分この即興点とかをあれするんだと思うんですけど、がついていて、でまあディスプレイとバックボタンね、共用のディスプレイとバックボタンは十字キーの下についてるのはまあ共通ですかね。全体的にボタンが小さくなってますね、どういうわけか。うん、でこっち側にはそう、あのゴミ箱ボタンと再生ボタンがあって、これ多分タッチパネルなんですよね。で液晶がなんとこうビヨンと出るんですよね、ビヨンと液晶がね、ちゃんと見せた方がいいですね、ビヨンとビヨン、こっちかビヨンと、見えないか、こうかビヨンとね、うん。でこれ確かにこっち側にもかちょっと行くんですよね、うん。でそうそう、前もね思ったんですけど、このE2XE2 を使ってても思ったんですけど、このね、バックボタンと、ディスプレイボタンのすぐ下に見えないか。あ、なんとなく見えそうですね。ここにですね、思いっきりメイド、あ、こっちか、メイドインジャパンって書いてあるんですよ。何ですか、これ。っていうかさ、とか言っちゃいけないね。この電磁室のところに、まあこれシールですけど貼ってあって、ここに普通にメイドインジャパンって書いてあるじゃないですか。どんなカメラでもそうだと思うんですよ、ニコンもそうだし、うん、そうだと思うな。だけどここにわざわざこのね後ろか、まあ前じゃない
あ、前には書かないですよね。後ろのここにわざわざメイドインジャパンっていう入れるこだわりって、なんかちょっと危機迫るものを感じますよね。まあ富士フイルムといえばね、まあとっても有名なあの阿部ちゃんのお友達の方が、偉い方がいらっしゃいますよね。今もいるのかな、もう引退されたんでしたっけ。なんかあの辺のあたりの方がもうメイドインジャパン絶対入れろとね、これは日本、富士フイルムって日本を代表する一流企業なので、ね、富士フイルムのカメラを選ぶってことは、まあ、日本を選ぶっていうこととほぼイコールなんだと、まあ、ニアリーイコールなんだって言い方をしたかどうか知らないですけど、あ、ごめんなさい、僕言っても全部作りですよ、捏造ですよ、妄想ですよ。なんかでもね、そういう匂いを感じますね。これきっと何これっていう人いっぱいいると思いますよ。まあわかんないです。今の中国のユーザーとか、まあ、中国以外でもどっかそのアジアとかアフリカとか、まあ、中南米とか、まあ、どこでもいいんですけど、の方々は、ね、今カメラって中国製とかタイ製とか多いじゃないですか。だけど、ね、あの日本の、まあ、ネトウヨさんと言われる方々以上になんかこう日本製メイドインジャパンということに憧れてる人がもしかしたらね、まだ人類の、0.0001% ぐらいいるのかなと思ったりもしないでもないですけど、まあ、僕は基本的にあの根っからコスモポリタンなので、どこどこ製とかね、まあ、全く関係ないとは言わないですよ、全く関係ないとは言わないですけど、あんまりこだわんないかな。まあいいや。で、レンズの着脱のボタンはこの何て言うんですかね、向かって左の下にあります。それは当たり前ですけど E2 と共通です。まあね、このボタンがコロコロ変わったら使いづらくてしょうがないですよね。ここにあります。でこの何でしたっけ、この切り替えね、AF の、シングルとコンティニュアスとあとマニュアルフォーカスの切り替えがここにあって、このボタンは何だろう、これファンクションボタンですかね。ここについてるちっちゃいやつはファンクションボタンなんだろうな、きっと押しても反応しない。まあいいや。で嬉しいのがですね、こいつ、これね、ストロボの多分あの同調のあれだと思うんですけど、開けてみましょうか。まあ開けなくてもいいんですけど、使うことほとんど、あ、落ちちゃった、あ、取れた、びっくりした。やっぱりそうですね、これまあ使わない人がほとんどなんで、カバーつけてね、まあ、錆びたり汚れついたりするといけないから、これがまあデザインのアクセントにもなったりするんですけど、これが言った、この間言ったその、あ、さっきの動画どこまで収録されてて、どこまで収録されてないか覚えてないですけど、あ、なんかメールじゃない、ツイッターが来ました。うん、多分ツイッターだと思う。なんでこいつを買おうと思ったかっていうと、あ、ってか6万円もね、お金ないのに6万円のカメラなんて買えないよっていうふうに、自分、いい自分と悪い自分がこう喧嘩をしてるわけですよ、常にこう、脳内でね。わかんないですよ、あの赤組と白組みたいにね、あので、悪い小久保さんは、いいじゃんって、いつはね、マニュアルフォーカス、僕の大好きなマニュアルフォーカスが使えないってことが、まあ、判明したので、自分の中でそういう決着がついたので、まあ、いつなんか売っちゃえよとね、いつ、まあ23,980円で買ったので、で状態もすごくいいので、まあ2万円とか、まあ1万7000円とか、下手したら2万5000円ぐらいでね、買ってくれる人がいるかもしれない。まあ、小倉さんのね、あの背面液晶に、あのシルバーの、あのマジックかなんかでね、名前書いたら。と思ったっていうか、そういうふうに主張するわけです。で、D600 も、卒業、入学のね、失敗、あの、サブのサブとしか、としてしか使わないのであれば、彼女にね、彼女っていうか、まあ、D600 にかわいそうなので、リリースしてあげなよと、ね。D600 をあなた以上に可愛がってあげて、可愛がってくれるユーザーは世界にいっぱいいるよというふうに、それが悪い小倉さんなのかな、いい小倉さんなのかな、わかんないや。もう主張がね、コロコロ変わるんです。で、もう、いい小倉さんも悪い小倉さんも、とにかく T2 を買うしかない。T2 を買うしかない。で耳元で囁くわけですよ、ね、それで多分こっち側とこっち側耳2つあるんだと思うんですけど、でもういいやと思って、無事清水の舞台から飛び降りる覚悟でね、まあ、清水の舞台から飛び降りたことないんですけど、まあ、ちなみに骨折もしたことないんですけどね、何でしたっけ、まあ、T2 を買ってしまったわけです。で D600 後になってみると D600 やっぱりね、撮影
あの卒業シーズンにね、あの今使ってる DOS も D810 も、まあ、不幸にして壊れた時は D610 がね大活躍するから、ただたかだかねマップカメラで売ってもね3万円にしかなんないんですよ。たった3万円にしか、4万円で買ったんですよ。うん、こんな状態がいいのにね。まあどうしてもね、あの工業製品って発売からね時間が経っていくと、それだけまあそのまあ価値が相対的にね低下していくっていうのは、まあそれはもう工業製品のまあ常というか宿命ですよね、運命。うん、別にあのね新しい機種が出たからってそのカメラ自体の性能がねなんかこう自動的にというかこうなんかガクンと下がるわけではないし、ただ相対的にねあのもっといいカメラが出たので、まあ見劣りするっていう部分、それがまああの工業社会、大量生産社会のまあなんていうんですかね、あの、まあ、落とし穴というか、うん、まあそんなことはどうでもいいんですけど、で何が言いたかったかっていうと、このストロボのこれはね、あのもし万が一こいつを卒業のね集合写真とかを撮るときに使うときに、ここにあのねあのストロボのあれをニコンのストロボのねあれをこうケーブルでつないで、昔ながらのねケーブルでつないで撮れば、あのね DTL はもちろん効かないと思いますけど、マニュアルのね発光で、うん、撮ればいいんじゃねっていう。じゃあ卒業式その授与のシーンはどうすんねんと、卒業証書授与のシーンをこいつで撮るには、それにはやっぱり純正のストロボ、純正のストロボか、もしくはその中国製のあのなんですかね、富士、まあ、専用と歌っている、ね、彼らのストロボ、まあ、TTL が効かなかったり下手したりするんですけど、あ TTL が使えないのに専用を歌うのはおかしいですかね。まあいいや、まあでもいいや、そういうのをつけて撮ってもいいのかな。そういう時はでもやっぱりさすがに富士の A フレンズは必要ですよね。ボディが2台もなぜかあるのに、2台もあるのにレンズが、このパーギア、噂のパーギアと、この噂のジュピター8しかないっていうのは、いかがなものですかね。まあ、そんなことはどうでもいいや。で、さっきファインダーを覗いたんですけど、さっき 0.66 と 0.77 っていう言い方をしましたけど、言い方っていうかね、しましたけど、後で調べてちょっとちゃんと書いておきますね、事実をね。なんかね、それ以上に大きく見えるというか、違いが。違いがある気がする。違いがある気がする。考えてみたら、こいつとかは、ああ、でも、そうか、そうだよな。すごいね、これね。ここにわざわざ露出補正のダイヤルがあるのに、ファインダー覗いても露出補正のレベルメーターがついてるんですよ。すごくないっすか？いやー、素晴らしいよね、ほんとね。あ、これ、あれだ。SD カード刺さってねえや。まあいいや。いやでもね、ほんとカメラって安くなりましたよね。安くなりましたよねっていうか、その新品のカメラは高いですよ。あ、そうそう。で、この間も言ったかもしれないですけど、なんで僕は富士に走ったかっていうと、特にこいつにね、あの T2 をプチッとしたか、他のカメラをプチッとしなかったかっていうと、α7 の初代ありますよね。α7 の初代無印。今、3とかが出てるんですかね。なんか派生して R とか S とかね。まあ Q ももちろん出てますけど、いろいろいっぱい出てて、α7 の初代っていうのがどれだけ素晴らしいカメラかよく知らないんですけど、それもね、あの、ほんと6万円ぐらいで中古で Amazon で見かけたんですよね。うん。で、まあソニーに行ってもよかったんですけど、なんか、あの、ソニーってフルサイズじゃないですか。ね。で、今ニコンとかね、キャノンを、あの、まあ、追い落とすというか、もうぶっちぎってミラーレスではダントツでね、シェアもナンバーワンらしいですけど、フルサイズに行ったら結局ミラーもフルサイズ用のミラーを、あ、ミラーじゃねえや、レンズを買わなきゃいけないし、フルサイズ用のレンズってやっぱりね、フルサイズの撮像素子のイメージサークルを満たすだけの大きさ、あとまあ性能、光学性能を出さなきゃいけないので、どうしたってね、高くなるに決まってるんですよ。重くなるに決まってるし、高くなるに決まってる。で、なんかソニーも結構強気な商売してますよね。なんかレンズも、まあニコンのいいところはずーっ
と F マウントのレンズを出し続けてきたわけじゃないですか。だからさっきの理論で言うと、光学製品っていうのは、ね、新しいレンズでやりカメラ製品が出ると、あ、すいません、なんかサイバーリンクからメールが来ました。出ると、ね、1個前のやつはガクンと値段が下がるっていうのは、まあでもユーザーにとってはね、すごくありがたいメリットだと僕は思うんです。まあ、メーカーの人にとってはね、やってらんねえよとか、もう新品最新の製品を買ってよっていう風に、まあそればっかり思ってると思うんですけど、広告とかもね、あの最新ので、これはね、絶対今日言おうと思ってきたんですけど、あの一つ気がついたことがあって、僕もね、デジカメ雑誌の編集の仕事をずっと長くやってきて、まあ7年ぐらいインプレスっていう会社で社員で編集の仕事をねしてきて、まあデジカメ雑誌はそのうち3年ぐらいかな、その前はパソコン雑誌とインターネット雑誌の編集をやっていて、まあ君はね、小倉君はめちゃめちゃ優秀な編集者だから、いつかねインプレスの社長になるべきだと。なので一通りね、あの編集部をね経験するべきだっていう風に、なんかこう土足企業のね、なんかボンボンの息子みたいな扱いを受けてっていうのは嘘なんですけど、まあ僕どこ行ってもですね、上司と喧嘩をして、まあ、辞めちゃうわけです。辞めちゃうっていうか、まあ半分クビになるっていうのかな。今でもはっきり覚えてますけど、まあドスブイパワーレポートっていう一番最初の雑誌に、本当はね、インターネットマガジンという雑誌に行きたかったんですけど、ドスブイパワーレポートっていう雑誌の編集にね、最初入って、で、まあ、特集1とかをガシガシやらせられるわけですよ。で、USB 製品大紹介とか、もう今思い出しても泣きそうになりますけど、でね、一番最後の方にマザーボードの特集っていうのをやったんですよね。で、まあ、読者ページの担当も僕どういうわけかさせてもらってて、読者ページね、読者から来たあのハガキとかにメールとかにを載せてね、まあ、打って自分で手で打って、でそれをコメントをつけるっていうのをやってたんですけど、マザーボード特集とか言ってて、マザーボードでまあね、あのユーザーが熱いコメントを寄せてきてくれて、それに対して、まあぶっちゃけマザーボードなんてどこでもいいんですけどね、動けばいいんですけどねぐらい書いちゃって、それをさすがにね、編集長の小川さんが、小倉くん、さすがにね、このコメントはないよね、マザーボードじゃない、うちの雑誌なんていう雑誌か知ってる、ドスブイパワーレポートって言ってね、自作系の雑誌なんだよっていうことを言われて、すいません、本当に申し訳ありませんでした。で、君はインターネットマガジンに行きたいって言ってたよね、なんかインターネットマガジンの編集長がなんか君欲しいって言ってたから行ったら、まあ、編集長とか副編集長のなんとかっていうね、名前覚えてるんですけど、名前も出したくないんであえて出さないですけど、まあ、そこの雑誌の編集長、最初副編でその後編集長になったのかな、まあいいや、その男とも大喧嘩をしてですね、もう会社辞めると、こんなとこにいられないと思ってガーってメール書いたら呼ばれて、ちょっと小倉君、会社辞めるのは別に君の自由だけどさ、君カメラ好きだよね、デジカメマガジンっていうのは今度立ち上がるらしいから、立ち上がるとか月刊化するらしいから、そっち行ったらって言われて、あ、そうなんだと思って、まあ、なんかそれもいいか、明日から無職っていうのも辛いしね、 ありがたい話で拾ってもらってありがとうって思って、まあ行ったんですけど、雑誌っていうのは、まあ今思えばっていうか、今ふと思ったんですけど、新聞とかも権力の共犯者ですよね、ぶっちゃけ。今度はこの間まで共同のね、結構偉かった柿崎とかいう男が、菅首相のなんだっけ補佐官も知らないけどになってましたけど、シャーシャーと、もう恥ずかしくないのかなって心の底から思いますよね。まあぶっちゃけて言うと、まあ通信社もそうですし、新聞社もそうだけど、まあテレビなんかもっとそうですよね。結局ね、体制側のなんていうの、まあ憎まれ役、ヒール役って言えばいいのかな、こうなんかこう甘噛み、権力批判してるようだけど、最終的にはやっぱね、権力べったりなんですよ。それはどこの新聞社でもそうですよ。まあ逆に言えば、権力べったりのくせになんか批判してるポーズだけ撮ってるっていうことの罪ってめちゃめちゃ重いと思いますけどね。っていうか、これは何の動画だったんでしょうかね。何が言いたいかっていうと、そう、カメラ雑誌をね、今読むのはいいですよ。いい情報もね、たくさん載ってるし、素敵な写真とか、ね、写真が上手くなるテクニックの話とか、
レンズのね、よもやま話とかいっぱい書いてあっていいと思うんですけど、見ると分かるんですけど、広告がありますよね。まあこの間朝日カメラが廃刊になって、広告がね入んなくなったって、そりゃそうですよ。あんなね、あの金かかる雑誌の作り方してたら、まあそれはいいとして、まあ廃刊になるね、最後の号ぐらい買おうかなと思ったけど、まあいいやと思って買いませんでした。多分そのうち中古で古本でね、あの数十円とかで来ると思う。まあ送料の方が高いっていうね、ありがちな状態で来ると思うんで、まあそれはいいんですけど、何でしたっけ、そう、雑誌の編集をやってるってことは、共犯者、結局そのまあそれが64なのか73なのか、55なのかわからないですけど、カメラメーカー、レンズメーカーから、まあ、死ぬほど広告費をもらって、で雑誌を作ってるわけです。まあ残りの半分はね、もちろんその読者が買ってくれて、あの本とかね、雑誌作りって回ってると思うんですけど、だからあの批判とかね、ここが良くないなとかっていうことはまあ書きはしますけど、ボロクソには言わないじゃないですか、雑誌って。新しいカメラが出たらわーね、表紙とかにガーン歌ってね、あの中でも大特集24ページとかやったりとか、ムックとかをガンガン作ったりとかねして、あれだって協賛金をがっつりもらってるわけですよ。何十万とか何百万とかで考えたら、あ、なんかね、雑誌の編集、自分はね一生懸命やってるつもりではいました、つもりでいたっていうか一生懸命やってましたけど、あ、結局なんかね、新製品、あのメーカーの新製品を売る、まあ言い方悪いけど、その読者を、カメラ好きの人たちをなんかこう乗せては落として、乗せては落としてみたいな、まあ別に落としてはいないかね、別にあの何ですかね、詐欺商法を展開していたね、ジャパンライフみたいにわけではないので、あのそこまでこうバチは当たったりしないとは思うんですけど、それでもね、あの例えばこういうね、4年前のカメラが6万円で買えるわけですよ。もう新品ピカピカですよ。まあわかんない、もしかしたらこれでガーンってね、この間同居女性の頭をね、この角で殴って、あの死なせて、でこれ事故物件になっちゃったのかもしれないですけど、なんかあのトリートメントの匂いがする、もしかしたらそうかもしれない。まあそんなことはどうでもいいんですけど、なのであの中古カメラをね、あ、それでもう一つ話があって、あの当時のね、当時自分が作った、自分とか自分の編集部で作ったか、あの雑誌とかムックって一冊ずつ自分の手元に残るわけですよ。でまあそれ会社辞めるときに段ボールに詰めて家に送って、あと僕もいろんな出版社でね、あの雑誌作り編集の仕事をさせてもらってきて、まあ大体その都度喧嘩別れして辞めさせられるんですけど、あ、すいません、笑い事じゃないですね、すいません、 すごい反省してます。あのご迷惑をおかけした方々には本当に申し訳ありません。全部覚えてるんですけど悲しくなってくるので話しません。まあ、仏法ではね、幻灯二世って言うんですよ。幻灯二世っていうのは、過去はね振り返っても、まあもちろん反省、的確に適切に反省することは大事だと思うんですけど、でもあまりくよくよしすぎてもしゃあねえとね、生きてるっていうこと自体がすげえことなんだから、あの前向きに生きようよって、まあ言葉にしようとベタなんですけど、それね、仏法で幻灯二世って言うんですよ、漢字四文字でね。でその言葉が僕は大好きで、で過去にねしてしまった失敗を取り返すことっていうのは、今をね、今とこれからを自分らしくめちゃめちゃ精一杯ね、一生懸命人のためにね、この世の中を良くするために、世界を平和するために、核兵器を廃絶するために戦うこと、そのためにこの写真を武器としてね、あのカメラを使っていくっていうことが一番大事かなっていうふうに思ったんです。もしね本当にその通りだなと思ったら、この拍手ボタンが下にあると思うんで、それを押してください。あ、全然出ないですね。あ、ごめんなさい、これライブじゃなかった、すまないですね、すいません。で、そう、雑誌とかムックとかが大量にあって、で死ぬほど金ない時に、まあ今も死ぬほど金ないんですけど、Amazon にね出品したんですよ。結構めんどくさいんですけどね、ガーって登録して、まああの数字だけね、製品の数字だけ入れた後、状態、中古で、まあ、新品同様とか、もうくたびれてますとか入れ、まあ選べばねいいので、あと値段決めればいいので、めちゃめちゃ簡単なんですけど、それでやって、まあ、あの何が分かったかって言ったら、
まあ、僕らはね、その雑誌編集者として僕らは新品を買ってくれるユーザーのことしかずっと見てなかったわけですよ。だけどもうね、びっくりするぐらい3年経ったカメラ、5年経ったカメラ、もう10年近く経ったカメラのムックがね、売れるわけですよ、普通に。うん、まあ中古で安くね、数百円とか千いくらとか、うん、出しているから、まあそのカメラをね、まあ、それこそマップカメラとか全国の北村とか、まあどこでもいいんですけど、三宝カメラでも富士屋でもどこでもいいんですけど、ヤフオクでもアマゾンでもね、メルカリでも何でもいいんですけど、買ったカメラ、その人にとっては新しい出会いなわけじゃないですか。だから、うん、びっくりしたのがね、ほんと D300S とか今も使ってる人がいるっていうことがね、ほんとまあ衝撃っていうか、でもよく考えたらあのカメラも昼間とか、うん、すいませんメール来て、あのこのスパークってやつはね、あのなんか最近 iPhone の何でしたっけ、あのまあいいや、あのわざわざでも自宅にいるのになんかこの消音モードをオンにしたくないですよね。でも消音モードオンって分かりづらいですよね。消音モードオンっていうのは音がするのしないの、あしないのか、しないのか、まあそんなことはいいんですけど、 D300 とかも昼間とかね、普通に家族写真とか撮ってる分にはまあ風景とか何も問題ないよね。なんか画素数がこれだけいるとか、まあ最初あのなんか切れる前の最初に一番最初に言ったと思うんですけど、あの画素数がこれだけ死ぬほど増えましたとか、なんか今さ5000万画素とか、僕使ってるあの D810 っていうカメラは3600万画素とかありますけど、あれね、そのフルの画素数を生かした撮影って僕一回もしたことない気がします。まあ与えて言えばその小学校とかの集合写真、こうね、あのひな壇3段ぐらいのひな壇の上にこうね、舞台の上にね椅子とか置いて、あの全部で5段ぐらい、床も含めてね、床とか椅子も含めて5段、6段、5段、5列6列で撮りますけど、あれで何人ぐらい映るんだろう、100人ぐらい映るのかな。それで撮ったって3600万割る100っていくつですか。0、2個消せばいいから36万画素か。1人当たりこんなちっちゃいね、あの集合写真の顔に1人当たり、まあ周囲もあるからね、まあ単純計算はできないですけど、36万画素もあるわけですよ。僕の顔なんて結構シンプルな顔なんで、多分160ドットぐらいあれば僕の顔なんて簡単に作れちゃうと思うんですけど、だからね、画素数ね多すぎ、ぶっちゃけで言うと。ただあの別にね、僕だってあの21世紀を生きる若者なので、あのその科学とか工業のね、この製品の開発の進歩を別に否定するつもりは全くないです。否定するつもりはね、あの車がね、ガソリンエンジンから EV モーターに変わっていったりとか、太陽光発電とか風力発電、再生可能エネルギーがどんどんねあれしていったりとか、まあいいことだらけだと思うんですけど、まあ大事なことはメーカーの宣伝に乗せられないってこと、まあユーザーが一人一人が賢くなるってこと、なのでまあ直接民主主義っていうんですかね、YouTube なんかまさにそうですよね。僕 Twitter のアカウントオグレイっていうアカウントを持っていて、それ、フォロワーが1700人近くありがたいことにいらっしゃるのですが、それをね日々あのいろんな、今朝もね朝からネトウヨの方といろいろやり取りをして、あのとってもいいネトウヨの方で、あのネトウヨの方と日本語で会話が成立するんだっていうことをね、ほとんど初めてじゃないかな。だからネトウヨって呼ぶのはもしかしたら失礼かもしれないですよね。まあわかんないです。ネトウヨにもいろいろいるっていう言い方もできるし、ね、また別の言い方がね、もうちょっと品のいいネトウヨ、品ネト。まあいいや、すいません、だらだら喋って、だいたいね僕の動画はだらだら喋って1時間ぐらいになるっていう、まああのつまんない大学教授のね講義みたいなもんですかね。まあそんなことはどうでもいいや。で、
あのこのすいません、そろそろ巻き入りますね。なぜかというと僕はだんだんお腹空いてきたからです。このジュピター8は、最短撮影距離が何度も言ってますけど1メートルなんですよ。1メートル、ありえなくないですか。あ、そう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 。でなんか盛りだくさんですけど、とりあえずねガーって喋りたいことを勝手に台本なしで喋ってみて、あ、ここはで自分の撮った動画を自分で YouTube に載せた動画を自分で見るっていうのがね結構楽しいんですよ。あ、こいつバカだなとか、なんかくったらないギャグとかで同じとこで笑ったりとかして、うん、多分ね、あの映画監督とかも自分で作った映画ねめちゃめちゃ好きだと思いますよ。まあその一流の人もそうだし、まあね一流じゃない、まあ B 級 C 級 D 級 E 級 F 級 C 級 I 級、まあいいや、あの人もそうですけど、なのでねダラ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 撮るじゃないですか。まずまあまあ佳作っていうんですね、佳作じゃねえや、なんていうんだこのピアノのあれみたいなやつ、ノクターン違う、なんだバイエルンだ、バイエルン、バイエルンでいいのかな、それは薬の会社よくわかんないや、あのバイエルンって地方の名前ですかね、都市の名前ですかね、なんか練習で弾く修作だ、修作、修作ね、習志野市の習っていう字に作るっていう字で修作、まさにこれなんか修作なわけですよ。まあ修作を見せられてるね方々からしたらね、勘弁しろよと、俺の貴重なね1時間を返してくれって思うかもしれないけど、アービール飲みたい。まあそんなことはどうでもいいや。うん、これ多分ね撮ったらね朝カレー、トマトカレーを作ったんですよ。トマトカレーを生まれて初めて、あのイオンの激安のトマトジュース 100% のトマトジュースに、あの SB のね、僕の愛する SB の、 あのゴールデンカレーの激辛を入れて、あのトマトジュースも結構濃厚じゃないですか。でカレーも濃厚ですよね、ドロドロで。でイカとか人参とか玉ねぎとかあのいろいろ入れて煮たんですけど、どんな味になるのかなと思って、まあトマトが勝つかカレーが勝つかだと思うんですけど、でカレーがちょっとね勢いが足りなければあと1かけ2かけ入れてみようかなとも思ってるんですけど、何、あ、そう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 、何が言いたいか思い出しました。このオールドレンズ、オールドレンズジュピターの8のこれ5センチですよ。普通50ミリじゃないですか。なんかねこのジュピターの8も、あとこれね、このレンズダラ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 、あのねダラダラとか言ったら失礼ですね、あのねもうねずっと作ってたらしいんですよ、ソ連の間何十年も。まあ興味がある方はググっていただければすぐ出てくると思うんですけど、グラスのゴルスクだっけ、モスクワ近郊の、もうねいっぺん行ってみたい、グラスのゴルスク、こいつが作られた。まあキエフも行きたいんですけど、モスクワね僕一回だけ行ったことあるんですよ、あの写真家の小林の良先生と一緒に。あの小林の良先生がね、あのモスクワの方々から招待されて招聘されて、で僕はその時雑誌の編集の、まあ出版社の社員をね辞めたばっかりだったんですよ。2004年だったかな、2004年の10月だったかな。うん、で2004年の10月っていうのはキャパが死んで、キャパってロバート・キャパですよ、キャパがベトナムの、近郊のなんとかっていう町でね、あの地雷踏んで死んじゃってからちょうどね50年、ちょうど50年経った時なんですよね。で写真家の横木荒夫先生から、あのグラクーンってあの50年ね、あのちょうどキャパの没後50年だからベトナム行くけど一緒に行かないって言われて、でどうしようと思ったんですけど、まあ、僕はモスクワを撮ったんですよね。モスクワを、モスクワめちゃめちゃ良かったですよ。モスクワの、 あのレニングラードのサンクトペテルブルクかの、 あの若いお姉さんがいてね、めちゃめちゃ綺麗でね、あでもこの人もきっとおばちゃんになると、とか思って、まあでもそれも幸せな証拠ですよね。そうそう、何が言いたかったかっていうと、このレンズロシアのそのグラスのなんとか、グラスのゴルスクかな、違ってたらごめんなさい。で1958年、僕が生まれたのが67年なので9年前ってことは昭和33年ですよ。昭和33年製の日本のレンズって何ですか、なんかタクマとかですかね、わかんないけど、ニコンだと F マウント
共通だけど、今のね最新のデジイチにカチッと刺さるか刺さるかハマるかで、そのカメラをそのレンズを使って写真を撮るか撮ってる人がいるかっつったらあんまり聞かないですよね。まあこれはやっぱりロシアのね、あの外国製のレンズだからっていうことが大きいと思うんですよね。ごめんなさい、ロシアンレンズで、いつこのレンズが日本に渡ってきたかっていうのも全然わかんないです。で、そのね、図書館の本みたいにどっかにね、あの貸し出しのこのね、あのカードが入ってて、そこにね名前とか書いてあればね、あのドリカムに歌にでもしてもらえるのかもしれないですけど、わははは、そんなことはどうでもいいんですけど、だけど何人の人の手を渡ってこのレンズがどんなカメラじゃねえや、何言ってんだ、どんな写真を撮ってきたかね、どんな素敵な被写体をね、このガラス、この光学系をくぐらせてきたかっていうことを、まあ想像するしかもちろんないんですけど、それを考えると結構ゾクゾクしますよね。でね、なんかね、このレンズ、こっちのなんていうの、レンズの端っこの方にこのふにゃ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 って出てて、これ多分カビだと思うんですけど、なんかね、これまあここまで来ちゃったので、渡りに船っていうんですか、ちょっと違う気もするんですけど、ここまで来ちゃったので、まあ死ぬまでね、お金でも入れてもらおうかなと思ってるんですけど、あのオーバーホール出すとね、なんか3万とかかかるとか書いてあったんですよね、どっかのサイト見たら。でさすがにね、1万3000円ぐらいで20年前に買ったレンズを30万かけて直す価値ない、あ、30万じゃない、いや3万かけて直す価値ないでしょ、さすがにね、奥さんって思いませんか。まあそんなことはどうでもいいんですけど、で、あ、そうそう、何が痛かったかというと、このレンズは最短撮影距離が何ミリだっけ、1メートルで長いので、すいません、だんだん疲れてきました。もうそろそろ巻きに入りますね。このパーギアのね、こいつは20センチまで寄れるらしいんですよ。でさっき笑っちゃったんですけど、笑っちゃったとか言っちゃう、この赤いね、あのレンズの赤いポッチ、ここか、赤いポッチとボディの赤いポッチを合わせて、いやーって言いながら回すんですよ。ちょっと今タイミング良くなかったです。赤いポッチと赤いポッチを合わせて、いやーって言いながら回すんですよっていう風にね、なんかさっき女性の YouTuber の方が言ってて、ちょっとねクスッと笑っちゃいました。なんかその人ね、顔出し NG なんとか知らないですけど、ここから下しか映ってなくて、まあ声が女性だからね、きっと女性だと思うんですけど、あれ、おっさんがやってたらどうなるんですかね。まあでもわざわざね、わざわざそのナレーションだけ女性を雇って一緒にね、その何ですか、まあ、それ何て言うんだっけ、タイミング合わせること、まあいいや、やってたらなんか余計人件費かかっちゃうから、まあ夫婦だったら一人で一人分のあれで済むのか、まあそんなことはどうでもいいんですけど、だから多分女性だと思うんですけど、髪の毛こう真ん中あってね、まあかつらかぼってる可能性もありますけど、で何が言いたいかっつったら、こいつでピントがどのくらい見やすいかってことを、あー微妙だな、微妙だな、で当たり前のことなんですけど、シャッター切れない、なんでこれ、なんで切れないの、ちょっとさっき入れたよね、カード入れたよね、入ってるよ。なんで切れないかって言ったら、前と一緒ですね、あの何でしたっけ、あ、 AFMF、 そう、シャッターレンズをあれしないとダメだよっていうのを切らないといけないんですよ。ごめんなさい、そんなの先にやっとけって感じですよね。スパナのマークの、ずいぶんメニューも変わりましたね。あ、前はね、あの撮影1、撮影2、撮影3つって、1画面がそのね、あのこっち側のタグと1対1であれしてて、下げていけばどん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 あれしていって、こっちは何ですかね、まさにタグですよ、動画のタグとかもありますよね、まあ、ジャンプ先っていうかだったんですけど、ずいぶんメニューも多分増えたんでしょうね、まあ、このカメラの性質もそうだしね、あの進化していけばどうしても増えますから。でスパナのマークの何番目かにあったんですけど、多分この基本設定ってやつかな、ないっすね、基本設定ずっと上がっていってもないっす、悲しい。あった、カードなしリリーズ、あれ、カードなしリリーズオンになってるよ。なんで切れないの、シャッターは。
M になってるしね。なんでわかりません。壊れてんのもしかしてこれ。うわ、こんなとこにファンクションボタンあるんだ、使いづら。とりあえずこれ外してみようかな。勘弁してよ、これ壊れてんのもしかして。壊れてるに1票。勘弁してよもう。シャッター切れないって異常だよね。でもこれだけこんなピッカピカなのにシャッターだけ切れないって異常だよね。でもこれ以上深く押せないし。分かった、こいつを離れたくないな。でももうこれだけねえ、せっかく出会ったわけだし、ちょっと一回止めますね、すいません。すいません、再開しました。なんでシャッターが切れなかったかっていうとですね、どういうわけか設定したはずのレンズ差しリリースをがオフになっててですね、はい、オンにしたらちゃんとシャッター切れるようになりました。当たり前ですよね。なんかこれね、ピント合わねえな。ああ、あったか。ちょっとね、一瞬間があるのね。ピント合わせるのに。ピント合わせるとか、再生ボタンで。再生ボタンがパッと出て、再生ボタンがパッと出て、ピントが合うのにシュッて、ほんのワンテンポかかるんですね。これ結構やだな。まあね、こういう微妙なところに、なんだろうな、ね、まあコスト削減っていうんですかね、そうですね、コスト削減ですね。で、どういうわけかですね、なんか気がついたら、モノクロになぜかなっちゃっててですね、で、この、当たり前なんですけど、一眼レフって、分かる、ご存知だと思うんですけど、シャッターを切る瞬間に絞りもキュッとね、絞られるじゃないですか。その撮影する設定された絞りまでね。だけどこの手のタイプのカメラって、特にこのマニュアルフォーカスの電子接点が全くないカメラって、ピント合わせてる時からそのね、なんですかね、前もってって言えばいいのかな、撮影する絞りにもうなっちゃってるので、例えば絞って撮りたいっていう時はそれだけあれですよね、ピント合わせが困難になりますよね。これ慣れるのに時間かかるな。パッとあって、え、ピント合ってない、あー合ってんじゃん、びっくりしたってなってドキドキしますね。まあいいけど、そうだ、この間のジュピターもそうですけど、なんかすごくいい感じがします。ジュピターもそうですけど、やっぱりそうだね、絞り、まあでもきついかな、やっぱり。悪くないか。さすがにね、ピント合わせがまあこの手のっていうかね、この間の E2 とかだとピント合わせがまあね、そんなに簡単じゃないっていうことは、カメラを作ったね方々も、マニュアルフォーカスの話ですよ、 AF だったらねピッと合うと思うんですけど、ご承知されてるというか認識されてると思うので、なんだっけ、マニュアルフォーカスのレンズでピント合わせをしやすくする
技っていうんですかね、まあギミック、まあ何でもかんでもギミックギミックって言ってますけど、ギミックって言葉が正しく使われてるかどうか、自分で正しく使ってるかよく分かってないんですけど、うん、あの、なんだっけ、何の話でしたっけ、あ、そう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 、ピント合わせのね、あれがあって、で、すごい刺激的っていうか画期的だなと思ったのが、あの、ハイライト表示、ピントが合ってるところ、まあ、この輪郭がね、あの、はっきりするからっていうことなんだと思う。コントラストの山を見てるんだと思うんですけど、違うのかな？位相差検出してるんですかね。赤く、まあ別に青でもいいんですけど、赤く光るんですよね、画面が。ビビビビビって。で、ああ、これピント合ってるのかなって思ったんですけど、まあ、ある程度絞ってると、ピントの合う範囲って広くなるじゃないですか。だから、なんか画面いっぱいが赤くなったりとかで、なんかね、あんまり使いやすいなっていう気はしなかったんですよね。これ、いいだけど、EVF をもうちょっと明るく設定すればいいのかな。やっぱね、これだとね、ピントの山が分かりづらいんですよね。いつだと多分。でも今日の結論としてはもう一言で終わるんですけど、マニュアルフォーカスレンズを使いたかったら、まあ、このね、あの、新しい中国製のマニュアルフォーカスレンズとか、まあ、ロシア製、まあ、ロシアに限らずね、昔のこういう MF レンズをマウントアダプターで使うとかっていう場合は、E シリーズではなくて T シリーズを使いなさいっていうのがもう僕の結論ですね。こいつで6万円、こいつで2万3980円、マウントアダプターこれ2000円で、これ1万3000円、パーギアが7000いくら、まあ、それだけね、まあ、未然にを切って、まあ、自腹っていう言葉より未然にって言葉がぴったりきますよね。未然にを切って、まあ、人柱なんて言い方もありましたけど、未然に受けて、今一言言えるとしたら、マニュアルフォーカスレンズを使いたかったら E シリーズではなくて T シリーズが正解だよ。特に T1 はね、僕触ってないですけど、 T1 とか T2 もまあね、多分あの世代を追うごとに、何でしたっけ、ファインダーもの性能も良くなってるとは思うんですけど、でもこのね、やっぱりこのフォーマットがあるってことは、撮像素子じゃなくて EVF もね、それだけ大型のものを、大きく見えるタイプのものをね、それだけコストもかかると思うんですけど、使ってるってことは間違いないと思うので、まあね、中古でね、買うときは、ちょっと確認しようがないですけど、さすがにこういうのをね、あのヨドバシの店頭とかに持って行って、ついてたレンズとこう交換してつけるっていうのはちょっとなんかちょっとやばい人っぽいくてやめた方がいいですよね。まあ持ってたレンズっていうか、ついてたレンズをね、こうマニュアルフォーカスに切り替えて覗いてみればいいんですよね。で、あ、これだったら自分のね、視力でピント合わせできるなっていうふうに思えば買いだし、ちょっときついかなと思ったら、すいません、ごめんなさいってなっちゃうわけだしね。僕の結論としてしたら、この E2 のちょっとこれレンズ変えてみましょうか。こいつとこいつをひっくり返してみて、どういうふうに評価が変わるかっていうこともね、きっとないことはないと思うので、この赤いポッチとこの赤いポッチをエイヤー、これがもう変身の儀式ですね。この赤いポッチはね、このちゃんと物理的に出っ張って、あの 3D で作ってあって、こっちはまあただあのプリントしてあるだけなんですけど、マウントの中にね。いやー、どっちがいいですかね、いやーとエイヤーって、どっちでもいいか。エイヤー、あ、やっぱエイヤーの方がいいな。で、ちょっと離れて 1m、 あ、全然違う。ちゃんと合うわ、すげえこれ。まあ F2 の開放にしてるっていうのもあるんですけど、いやー、これで女の子とか撮ったらもしかしたら、あ、でもちょっと山分かりづらいな、やっぱり。だ、この手のレンズ、まあカメラも含めてですけど、使って50ミリとかでね、スナップとか、まあそれこそ線上で写真とかピント合わせて撮ったカメラマンって、いや
やばいですよね。有名な写真家いますよね。ブレッソンとか、あのね、こう水たまりをピョンと飛んでる写真とか、ブレッソンの写真集一部家にあったので、ちょっと、見てみます。よく使ってたなって。でも篠山紀信大先生がおっしゃったんですけど、やっぱりね、今の人間は今のカメラを使うべきだと。矛盾してますけどね、これ使ってるから。まあでもカメラはそこそこ新しいので。でも4年前のカメラが6万円でね、多分これ新品では10何万したんだと思うんですけど、下手したら20万近く、6万円で買えちゃうっていうのがね、まあいい時代というか、工業大量生産社会のまあ悲しさというか、まあどっちもありですよね。それを悲しいって思えば、まあそれまでだし、ああいい時代だねって思えば楽しめばいいわけだし。6万ですよ、安くないですか。ただみたいなもんですよ、6万なんて。いやーめちゃめちゃいいわ。このカメラが6万でこれだけ撮れるんだから、これだけ撮れるんだからって、こう触っただけで判断しちゃダメですよね。でもね、 なんとなくわかるんですよ。こうパッと持った時の佇まいとか雰囲気とか、まあね、世の中からの情報もそれなりに入ってくるので、で、あとどんなストラップつけてあげようかなとかって、今からワクワクしますよね。ちょっとなんかこれをこの組み合わせでなんかどっかなんかモスクワでも旅したいな。すごい。あ、これでも遅れるんだ。やっぱね、このワンテンポ遅れるのがちょっとね、再生画像の辛いですね。 0.5秒までないかな。カチピカチピカチピ、あ、この数字が出るのと一緒なんですね。この数字とかデータっていうか、まあこれ SD の読み込みの遅さもあんのかな、ね、だか最初はサムネイルを出してて、実際に本当に読んでっていうこと。まあもちろん積んでるね、まあ、CPU っていうかあれにの性能にもちろんよるんでしょうけど、なんかこのね、あの北向きのサッシと液晶モニターとカレンダーじゃないカーテンと、あのそのね、何十年にわたって、この家も父が建てて40年ぐらい経つんですけど、そのね間についたこのなんていうんですか泥っていうかね、ほこりっていうか、それのこのなんていうんでしたっけ、そのテクスチャーか、まあそのザラッとした感じがね、めちゃめちゃいいですね。なぜかこれね、あの A って何ですかね、あのモノクロモードになってたんですよ、勝手に。なんでモノクロモードになったの、わかんないけど、 Q を押せばいいのかな、違うか、よくわかんない、よくわかんない。これ仕事に使えるわ、全然使えると思う。だって変な話したら、これニコンのレンズだってつくわけですよね。まあ最新のね、絞りがあれになっちゃってね、あの絞りのリングがないやつはあれだけど、あ、今思えば、前の昔のズームとか売らなきゃよかったね。2420の初代とか、あれズームのあれついてましたよね。これはいいわ、買いですよ皆さん。奥さん、いや別に奥さんにこだわらず、あの女子高生でもね、女子小学生でもおばあちゃんでもいいんですけど、女性でも男性でもいいですよ。富士フイルムって本当末恐ろしい会社ですよね。すいません、なんかしみじみしててもしょうがないので、多分話せることはもうこれ以上ない、今の時点でね、これ以上ないと思うので、一旦動画を終わらせて、またね使ってみて、なんか感じることがあったら新しい、まあ、続編というんですかね、を収録したいと思いますので、本当に今日は特に内容もなく、途中でね、あの一時停止がね、動画の撮影で使えるって僕初めて知ったんですよ。今まで一時停止したことがなかったので、やっぱりなんかワンテイクで撮りたいじゃないですか。まあそんなことはどうでもいいや。感動。α7 じゃなくて富士の X-T2 を買ってよかったなって、今すごく思ってます。
今すごく持ってます。いや、アルファ7もいいカメラだと思うんですよ。なんかね、あのデザインが好きじゃないんですよね。あの無駄に直線を対応したというか、うん、気持ちはねすごくわかるんですけどね。まあいいや、そんなことで、じゃあこんな感じで、YouTuber のを、あ、違う、間違えた、をこれね、ちょっと2段目にしてみました。をぐんぐをでした。 YouTuber のおぐおでした。チャンネル登録こちらよろしくお願いします。なんかネットウヨさんの人が声かけてくれて、今日3人もチャンネル登録の方が増えました。本当に本当にありがとうございます。あのともともにね、まあ、主義主張は違っていてもね、世界平和のためにですね、人類の発展のために、本当に政治の力を必要としている人に、政治の力がね、まあぶっちゃけて言うとお金ですけど届くようにね、あの権力者が自分のお友達とか自分の身内とか、あとも自分自身のね私腹を肥やしたりとか、エコひいきばっかりしないような、そういう時代をねともどもに作っていきたいと思いますので、何卒今後ともよろしくお願いします。今14人にさっき、まあ減ったかもしれないですけどなったので、あとまあ収益化の最低レベルが1000人なので、あと何人ですかね、986人。まあちょっと先は遠いですけど、はい、頑張ります。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ってなんていうの、静かに見ることをなんていうんですかね、ご静止ってなんかエロいですよね。まあいいや、はい、ありがとうございました。 See you.